いいんじゃない、ちょっとなんかニコちゃんマークつけたいニコちゃんマーク、あ、いいじゃん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 。3歳だけど大丈夫かな、大丈夫、 No problem。 3歳だけど、こんばんは。あ、これ台本があるんです。そう、ちょっと待って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 、一応ね、台本に忠実に台本に忠実に行きたい人なので、なんかどうしよう、個人配信してる気分なんだけど大丈夫か。はい、すいません、 AKB48 の明日よろしくイエーイ急に皆さんこんばんは、 HKT48 チーム K4 の馬場さやかです。イエーイイエーイイエーイ、はい馬場さやかです。さやまること馬場さやかです。拍手、もう終わったか、拍手は拍手のくだりは終わりましたね、ありがとうございます。はい、これはあ、です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 、これさ、みんな読んでる、妙夜やる人って、なんかなんだっけ、番組説明とか一応読むか、書いてあるもんね台本に。この番組は AKB48 グループのメンバーが月曜日から金曜日までリレー形式で個人配信を行います。あ、読んでるの、じゃあ読めます読みますね、じゃあはい、毎回配信の最後でメンバー自らが次回担当してほしいメンバーに電話をして出演オファーをし、そこでトークテーマまで発表しますだそうです。まあみんなね知ってると思うよね何回、何年続いてるんだろうね、ミューヨルって。アイテムを投げたりコメントを書き込むためには無料のアカウント登録、無料のアカウント登録が必要なので、ぜひ登録してください。無料の星ギフトはログインしたり各番組を一定時間視聴したりするともらうことができます。さらに画面右下って読もうとしたらさ、なんか1週間って読もうとしたら、画面左下でした、右下でもないね画面左下にあるツイッターマークをクリックしてこの番組を宣伝してください。はい、イエイイエイイエイ、はじめましてはじめましての人とはじめましてじゃない人といると思いますが、何日よろしくは、もう約4年半続いてます。4年半さやかが入ったぐらい、入るちょっと前ぐらいか、入るちょっと前ぐらいから続いてんのか、すごい長いですね4年半って。1、2、3、4、あ、入る前だ絶対、中学生とか中1の頃から入ってんのか、すごいね。そうなんだ、長い、長く愛される番組ですね。お、明日よろしくしてくれた人について、前回の配信は上野遥さん、 HKT の先輩ハルタンさんから明日よろしくしてもらったんですけど、ハルタンさん、ハルタンさん仲良しなんだよね、さやか。なんかそれこそあんまりこう
先輩とお出かけしたりとか遊びに行くことあんまりないんだけど、なんか一番お出かけしてる気がする、ハルターさんと。そうだし、なんかなんだろう、なんかなんか気兼ねなく話せるっていうか、全然年上なんですよ。20何歳とかだから、ハルターさん22かだから4つ、5個か、5歳上だし、木も2期生さんだからめっちゃ上なんだけど、なんかすごいお友達みたいな感じで仲良くしてくださって、さやかもなんかなんだろう、だるがらみしたりとか、そう、あ、21か、はるたんさんもなんかだるがらみしてくれたりとか、そう、すごいね、仲良しなはるたんさんから回ってきて嬉しい。電話もしたことある、それから電話したことある先輩で、あの激恥関連で電話したのを抜くと、もうプライベートで電話したのは多分はるたんさん、あ、もかちゃんもいるけど、そう、もかちゃんとはるたんさんぐらいだから、そう、2人とかだから、本当にね、仲良くしていただいて、そう、優しい優しいパイセンです、はるたんさんねえ、話変わるんですけど、それか今日ね、あの時計を設置してて、部屋に、なんか昔お母さんが買ってきてくれた可愛い時計があって、壁掛けのね時計があって、その時計をあのずっと箱に入れてたんですよ。一回あの電池入れたんだけど、なんか動かなくて、あんまりなんか動かなくて、でなんかそう動かなくて、あー可愛いけど動かないからしょうがないかと思って、一回箱にしまってちょっと直してたんですよね。でそれ最近それ思い出して、あ、やっぱ可愛いから壁にかけようと思って、そう取り出してまたで電池入れたんだけど、カチッカチッって音はするの、そう音はするんだけど全然進んでくれなくて、時計の針が、そう電池入れて壁にかけたはいいんだけど、もう10分ぐらい経ってんのに一生4時のままとかそう、あれ30分経ったけどまだ4時だなみたいな感じで全然動いてくれなくて、そうだからもう最終的に電池取って、今何時にしたんだろう、2時25分ぐらいにして2時25分ぐらいにして壁にかけてますそうなんかね動いてくれないんだよね、だからさ、なんか適当にこうやってぐるぐる回して針を、あの何時がちょっとなんかおしゃれかなみたいな感じであのしたところ、あの2時25分ぐらい2時25分ぐらいになったので2時25分で置いてます今ただの飾りになっちゃった。なんかねそう原因わかんないんだよね、なんでだろうね、カチカチ鳴るんだよ、説明書はなんかなくなりました買ってもらったのが結構前だったの、3年前ぐらい、そう結構前めっちゃ前そう2、3年前くらいで、そうだからもういいやと思ってそういいやと思って諦めた、時計は開けられ、でもね可愛いんだよ、こう憎めないのが、デザインがめちゃめちゃ可愛いんですよ、だから本当にそれが憎めなくて可愛いから許す。ね、分かんない、原因は分かんないです、まあそういうこともあるよねみたいなそういうこともあるよねっていう感じ。そう
悲しい、今日の悲しい出来事まあ、悲しくはないけどね、可愛いからいいんだけど。そう、飾ってる壁に可愛い。そう、3年置いてたからかな、3年そんなことあるのか分かんないけど、ね、最近ね、あの目覚まし時計、あ、しか持ってないんですけど、目覚まし時計、あの時計関連でね、ごめん、なんか話また変わるんだけどあのうち目覚まし時計持ってなくて、スマホの目覚まし時計でいつも朝起きてるんだけど、なんか前はなんかあんまり、なんだろう、まあ、寝起き、あんまりっていうか寝起きが悪いから、そのアラームをね5分起きとかにかけてたんですよ、起きたい日は。例えば10時に起きるんだったらもう10時ぐらいから5分おきにずっとベアーってかけて、で、そう起きてたんだけど、それでも全然起きれなくて、で最近夏休み期間中は、まあ、起きなくていいので、まあ、起きなくていいとはいえ、なんか昼過ぎに起きるのもちょっとなんか罪悪感がそう出ちゃうから、一応10時ぐらいまでには起きようっていう夏休み中の目標が個人的にはあって、そうだから10時までには起きよう、まあ起きれればいいなぐらい、別に10時過ぎても予定はないからいいんだけど、起きれればいいなぐらいで9時と9時半と10時ぐらいにアラームかけると、そっちの方が目覚めがよくって、そうだからシャカが思ったのは、身をもってね感じたのは、あんまりそのなんか5分とか3分とかおきにアラームかけるよりも、意外となんか長い目で見たかけた方が、もう人間と起きるのかなと思って、そうっていうね最近の発見、わかんないけどねわかんないけど、シンプルに最近最後の目覚めが良くなったのか、まあ、10時に起きてるからなのか10時ってさ早起きじゃないからさ、全然全然早起きじゃないからさ、そう意外とね。あとね、あの昔日光で起きた方が体内時計がちゃんと整うからいいよっていうのをネットで見たんですけど、本当に日光って偉大だなっていうのを最近思った。そう、朝起きる前に、夜寝る前にカーテンをちょっと開けて寝るんですよ。したらうちのなんかベッドとカーテンの位置的にちょうど光が入ってくる位置にベッドがあるから、そう朝の光で、夏休み期間中は7時に起きたりとか、そうそうする時もあったから、あ、日光舐めちゃいけないなってそう結構部屋は閉めっぱなし、閉め切りなんていうの、閉めっぱなしにしてることが多いから、カーテンはそうしてたんだけど、開けた方がね起きれるから、あのちょっとおすすめ朝起きなきゃいけない人とか、朝早起きしなきゃいけない人とか、カーテン開けて寝る、これがね個人的におすすめ。あ、トークテーマあるんだった忘れてた。トークテーマ忘れてました。あのトークテーマに全然違う、あのね時計の話してたんだけど、そう、トークテーマはハルタンさんからの、トークテーマは HKT 初唐津号について。あ、スマホ落としましたスマホ落としました。トークテーマまだだったっていうね。はい、さやかのファンの方と、まあ、HKT のファンの人は HKT 初唐津号って聞いて分かると思うんですけど、他のねグループのファンの方だったり、なんだろう、初めて見ましたって方は
何 HKT 初唐津号なんぞやっていう方もねいると思いますが、 HKT 初唐津号とは、 HKT 初唐津号とは、佐賀県唐津市っていう、佐賀県わかりますか、佐賀県の九州のね、佐賀県福岡の隣ですね、あの 宮崎じゃない、福岡と長崎に挟まれてる佐賀県の唐津市っていうところでやってるの、唐津市の FM 唐津さんでやってるコミュニティ FM のラジオなんですけど、佐賀県出身の宮崎園ちゃんと私馬場彩花がやってるラジオとなっております。毎週水曜日の19時から21時の2時間のなんと生放送となってますそう、メンバーはあの HKT の宮崎園ちゃんと馬場彩花と赤間さん方の3人でやってるんですけど、そう、毎週水曜日の2時間生放送に加えて月1で日曜日に、あの不定期でですね、月1回、10時から10違います11時から12時の間にも月1で日曜版ってものをやってます。ちなみに毎週水曜日の生放送のアーカイブもですね、来週のなんていうの、来週の放送した日の次の週にアーカイブが出てるので、そうっていう感じのラジオ番組、そうパーソナリティ、あの通称サガーズっていうね、彩花と園ちゃんの2人サガーズ、元は3人いたんですけど卒業しちゃったので今2人なんですけど、サガーズのパーソナリティ、サガーズがパーソナリティを務めるラジオになってます。唐津号についてか、唐津号はね、なんか自由ですね、結構自由でゆるいラジオなんですけど、そうなんか2時間もあるのに話し足りないみたいなそうすごいね、ゆるくて自由なラジオなんですけど、そう日曜版は毎月ゲストが1人来るんですけど、水曜日は毎週2人と赤間さんの3人でやってます。そうなんかね、なんだろうね赤間さん来た本当だ、赤間さん来た、そうは毎週水曜日の2時間の生放送の方はサガーズルームっていう2人の近況を話すコーナーがあって、次に週替わりで彩花と園ちゃんの個人コーナーがあるんですけど、園ちゃんはその散歩じゃなくてそのクックですね、今は変わって、そうそのクックっていう佐賀の名産品とかを使った食べ物だったり、佐賀のなんていうんだ、郷土料理とかを作って紹介するコーナーがそのクックで、もう一個さやかの方はサイマル VS サガーズカッコカリっていう、あの言っちゃう、タイトル言っちゃう、タイトル言っちゃう、さやかの方のちょっとコーナーはですね長いんですよ、はい、ちょっと長いんですよ、さやかの方のコーナー、ちょっと名前がね長いんですけど、いっちゃいますか、ちょっと長い、ちょっと長い、ちょっとだけ長い、そう、そのクック比べるとちょっとだけ長いんだけど、タイトル名は
さあ今夜もこの時間がやってまいりました。リスナー待望のこちらのコーナー、今の話は嘘本当一体どっちなのか、バレないように嘘をつけ、騙されるの嘘を見破れ、リスナーとサイマルのマジの対決が今ここに始まる。勝利の栄光はどちらに輝くのか、その名もサカーズ、あ、サイマル VS サカーズかっこくり間違えちゃった。これが正式名称です。ちょっと長いんだけどね、そうちょっと長いんだけど、これが正式名称になっております。書いてあった。そう、これはさやかが3つお話しして、そのうちに1つだけ嘘の話があるので、それをリスナーが見破れるかっていう、さやかとリスナーのなんていうのかな、対決企画っていう感じで、ツイッターでね投票してたりとか、投票ツイッターの投票機能を使って勝負してるっていう感じのコーナーです。ちなみに明日あるんですよ、今日火曜日だから明日ラジオなんですけど、明日はねさやかのコーナーになってます。ぜひぜひツイッターとラジオ一緒に見てくださいそうって感じのコーナーがありのお便りコーナーですね。これが19時台で、20時台はあ、まず勝負だっていうコーナーがありまして、勝負だっていうのはハンバーグ対唐揚げみたいなさあるじゃん、そういう二択のクイズとか、キノコの山派、タケノコの里派みたいなあるじゃん、そういうクイズを、二択のクイズじゃないけど、二択のなんか問題を用意して、宮崎と馬場とに分かれてこう自分の党の主張を言って、リスナーがどっち納得したか、どっち派が多いかっていうのを競うコーナーですね。これはクールごとにやってるんですけど、前回のクールは同点だったの。そう、1個引き分けが出て、そう同じ票数になって、で同点じゃない、1点差で最下勝ったんですけど、1勝差で同点になったりもするっていう、ちょっと結構面白いね、コーナーですね。これもリスナー参加型なので、ツイッターの投票機能を使ったりとか、あとお便り送ってもらって、それをサガたちが読んだりとかもしてます。そう、19時台の最初にプレゼンをして2人で、そうで20時台の最初が勝負だの決戦なので、その間にみんなにメールを送ってもらって、そのメールを赤間さんが集計してる間にサガたちが読んでみたいな、いうね、感じのやってますので、ここのコーナーはメールの採用率が高いですそう、メールの採用率が高いです。お便りで送ってくれたら最後とそのちゃんが読めるので、そうとってもね楽しいコーナーになってます。でその後はサガーズゲームって言って、最後とそのちゃんがただただゲームをするっていうコーナーですね。このゲームもリスナーの皆さんからのお便り届いたゲームやったりとかしてるので、ぜひぜひ送ってください。そうで、最後は20時代最後のお便りコーナーって感じです。そう、こんなギュギュッと詰まった2時間番組でーすそう、意外とね2時間あっという間なんですよ。なんか自分が喋ってるのもあっという間だし、8月中はなんていうのかな、収録放送だったので、そう収録放送ってかなんていうの、再放送だったので、自分で聞いてたんだけど家で2時間ね、全然2時間聞けるなって思って、そうなんかなんだろう、ご飯食べながらでもいいし、部屋の掃除しながらでもいいしそう、ジグソーパズルしながらでもいいし、洗濯物回しながらでもいいし、何でも聞けますね。そうで、そうなんだよね、HKT 初からとかはラジコでは聞けないんですよ。そうラジコでは聞けなくって、ウェブサイトの方で聞けるので、全国どこでも、日本でも海外でも全国どこでも聞けちゃいますので、そうそこがねいいところですね。そうなんだよ、
よくね、どこで聴けるのって、ラジコないよって言われる。そう、ラジコにはないんですよそう、ツイッターもね、あのハッシュタグ HKT 初唐津号で、たくさんみんながつぶやいてくれるので、トレンドに入ったりとか、そう話題にしていただいて、そうすごい嬉しい。はっきり言って面白いです。あ、嬉しい嬉しい。はっきり言って面白い。そうなんですよ。ぜひ明日ちょうどあるので、19時から21時、ハッシュタグ HKT が大文字で HKT、 あ、書いてくれてる。初が出発の初で、から2がひらがなで、5が GO、 ローマ字の大文字。お便りって郵送メールと、メールとファックスですね。お便りはそう、メールとファックスです。そうなんですよ、明日8月中はこれだったんですけど、なんだろう、ちょっと生放送じゃなくて収録放送だったんですけど、明日からはねちゃんと生放送になるので、メールアドレスは今すっごい噛み方したね、大丈夫？メールアドレスは、ちょっと待って、メールアドレスは 868@ あれ FM カラツ .com だよね、びっくりした。 868@ あれ合ってる、不安になっちゃった。868@fmkaratsu.com、 あれ合ってるよね、不安になっちゃう、不安になっちゃう、不安になっちゃうから確認しよう。なんで合ってるよねっていうの、合ってました、合ってました。合ってるよねっていうのはさ、みんなに聞いてみんながうんって答えれるのもすごいよね。fmkaratsu.com、 という感じです。そう、面白い番組なのでぜひぜひ聞いてください。お便りもねたくさんたくさん募集しているので、はい、ぜひぜひじゃんじゃんビャンビャン、どんどんどしどし送ってくれると嬉しいです。聞いてください、ぜひ。明日早速あるので、はい、ぜひ聞いてください。そう楽しみ。明日久しぶりだからさ、2時間ちゃんと喋れるか結構、ね、不安なんだけどって盛り上げていきたいと思います。よいしょ。ね、では誰だと思います、皆さん次の妙よろ誰だと思います、明日の妙よろ。これね、みんなね、わかんないと思うんだ。明日の夜、誰だと思いますか？意外とさ、これなんかあれだよね、
るよ絶対出てこないと思ってたけどあるよ。じゃあちょっと電話かけて行きたいと思います。電話したら、あ、はい、じゃあ電話かけます。ドキ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 、もしもしスピーカーにしても大丈夫ですか？はい、スピーカーにします。はい、ではお名前をお願いします。はい、HKT48 チーム K4 の熊田セリナです。イエーイ、リンヌさんでしたリンヌさんでした。多分結構意外かなって思われます。いや、私も早丸から来た時めっちゃびっくりした。あ、本当ですか？うん、そう、最後も誰に回そうか考えてて、うん、悩んだ時にどうしようと思って。いや、めっちゃ迷うよね。私もさ、めっちゃ何回か44やったことあるから、はい、うんうん、わかるんだけど、次のメンバーどうしようってめっちゃ思うよね。そうなんですよめっちゃ迷って、ずっとあの HKT のグループライン全員いるので見て、うん、あ、誰にしようって迷いながらも、はい、ちょっと最近お話よくするリエナさんに。いや、嬉しい、めっちゃ嬉しい。本当ですか？うん、なんかさやまるからこう、はい、なんかあんまりこうお誘いのラインとか来ないじゃんはい、しないです、うん、だからなんかそのなんかまあね、こういう形でだけど、うん、なんかそういうのが私にこうなんかこう、あ、渡してくれるんだなっていうのがすごい嬉しかった嬉しい、あ、よかったリーヌさんでしたイエイ、やったやった。あ、そうだ、トークテーマを。あ、そうだ、そう、そうなんですよ。どうしようかな、はい、リーヌさん、あ、なんか、うん、リーヌさんってすごいなんか、うん、いつも元気なイメージがあって、はいはい、すごいテンションが高いというか楽しそうなイメージがあるので、まあ、ですよね、うん、なので元気の源を、リンヌさんの元気の源を話していただけたらなと思います。わかりました。おそれでは、あ、あれですね、あの決め台詞を、あ、いきます。はい、明日よろしくやってもらえますか。待って、これどうやって返すのが正解なの？これね、分かんないですよね。分からん。ちょっと今めちゃめちゃ考えたんだけど。これでも開けちゃって。一瞬ちょっとなんか通信途切れちゃったかと思って。ごめんごめん。じゃあどう返すのが正解かなと思って。よかった。やってくれるとのことで。ぜひぜひやります。はい、明日はリーヌさんでした。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう、頑張ってね。はい、失礼します。バイバーイ。バイバーイ。ということで、リーヌさんでした。なんと、さっきね、一個だけあのリーヌってコメントがあって、お、すごい合ってるって思って、そう見てたんですけど、それリーヌさんに回しました。可愛かった。なんかリーヌさんと全然会ってないからめちゃ久しぶりに話した。さっきショールームで見ました。あ、そうなの、可愛い。そう、なんか警報公園にいる時、いや、がある時はおしゃべりするし、あの意外となんかリーヌさんのなんかいつもだいたい警報の席、何、楽屋って席が決まってて、そのリーヌさんがいつも座る場所があって、でその同じラインに最後座ってるんですよ毎回。だから大体隣か
2個隣とかに座ってて、そう意外と近くにそう座ってるんですけど、公演中もお話ししたりとかするけど、あんまり LINE で話すこともないし電話もすることないから、そう初めて電話したんだけどすごい楽しかった。それかわいい、めちゃ久しぶりにリーナさんの声聞いてめちゃめちゃ嬉しかった。全然ね会えてなかったので、そう1ヶ月ぶりとかかな、リーナさんの声を聞いたのは。そうドラさんか後輩でしょ。さやかも最初は迷ったの、すっごい迷ったの、あかりに回そうと思って、そう全然 LINE 多分忙しくて LINE 見れないだろうなと思ってて、そうそうちょっとなんかあるって言ってたから見れないだろうなと思ってて、そうで誰にしようって思って、あじゃあリナさんに回そうと思って、そう後輩も迷ったんだけど、そう5期生結構妙夜回ってた気がするなと思って、でなんか5期生に回してもそうなんかベタだなそうベタだなと思って、先輩に回そうと思って、そうリーナさんに回しました。そうもっとね仲良くなりたい先輩の一人なので、そうこれからね仲良くなれたらなと思って回したっていう感じですね可愛かった。そうすんごい迷った本当にね、ミューヨーって誰に回すか難しいんだよ、あどうしようみたいな、そうなっちゃうの。そう感じでしたらリーナさんで、リーナさんの元気の源、これ結構いいトークテーマじゃない。そうした昨日考えてたの、どうしようリーナさんのトークテーマ何しようかなと思って、そういつも元気だなと思って、そうそうそう元気の源にしようと思って、元気の源を聞きたいと思います。はいっていう感じで、早いですね、もう時間もあっという間あっという間ということで、そろそろ終わりの時間になってきてしまいましたので壇上を読んでいきたいと思います。これ台本には5位からって書いてるんだけど、いつも壇上ね13位から読んでるので、13位から読みたいと思います、13位ぼーちゃん、12位おーたんさん、11位韓国の HKT48 ギャラリーサランヘヨさん、サランヘヨ、 10位マックタンタンさん、9位あ読めない韓国の方、9位ありがとう、ちょっと読めない、8位皇帝ペンギンさん、7位シュウさん、6位ジャガさん、5位ヤシタンさん、4位ウミリュウさん、3位カバくん、2位福岡のゼラさん、そして1位アベシマルさん、ありがとうございます、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こんな感じで今からこの配信一旦切ってさやかの個人ルームの方で配信するので、はいそちら見に来てください。ぜひ花火投げてください、たくさん。さやかアイスが欲しいのでさやかアイスが欲しいので花火をね余ってる方はぜひ花火をたくさん投げに来てくれると嬉しいです。ババさやかで調べたら多分出てくると思うので、そうそれで花火投げてください花火投げてください、ぜひお願いします、待ってますありがとうございました。ではこんな感じでいいのかな、あ決め台詞があるんだって、決め台詞があるそうで
それではいきます。あ、これ自分の名前か。え、違うよねこれ。あ、これは回す相手の名前を言うの。これそうだよね。自分だって明日よろしくじゃないもんね。リーナさんの名前で明日よろしくって言えばいいの。あ、そうです、ありがとうございますありがとうございます。では HKT48 熊沢セリナさん、明日よろしく。これでいいのかな。なんか決め台詞ってあるんだよ。そう、決めって書いてあるのよって感じでいいのか。これでこれでいいのかちょっとわかんないんだけど。では割れたと思います。以上以上以上。あ、ちょっとラジオ風に行こうかここまでの時間は HKT48 のバブサイカとバブサイカとバブサイカとバブサイカでした。またねバイバーイ。個人配信来てください。花火投げてねでは終わりたいと思います。さようなら、ありがとうございました。バイバーイ。